辰巳明の雑演歌。思い出の隣にいつも歌がある、不滅の演歌がそこにある。梅雨空を吹き飛ばすように今日も元気にお届けします。まずは辰巳明さんの歌声から。酒とサンマと秋の月。冷や酒飲んで焼いたサンマに大根おろし、どこか似てるぜ男の生き様に、旬のうまさとほろ苦さ、酒とサンマと秋の月。線路に続く北の駅、あの日の夢に戻れたら、心の奇跡が泣いている。心の奇跡が
けのない女です。森まさこさんの越冬つばめを作曲したのが円川ひろしさんなんですね。はい、そうなんです。実はこのスタジオ、はい、スタジオ246名古屋、はい、まあ、名古屋だけじゃなくてね、大阪や京都にもあるんですけども、そこの社長さんなんです。誰がですか？円川ひろしさん。円川ひろしさんが、初めて知りました。外に吉彦君人形って置いてあったでしょ。ありますね、ね、あの、はい、ご本名の篠原吉彦さんで作曲されてるの、この歌。あ、そうね、吉彦君なわけ。そうだったんですね。そうなんですよ、初めて知った。初めて知りました。でもね、本当に宇宙長いことね、あのこのテレビの番組はもちろんですけど、はい、レコーディングでもね、いつもお世話になっております。はい、いつもお世話になっております、はい、またこれからもね、末永くよろしくお願いいたします。お願いします。はい、本日のゲストは大木はじめさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ねえ、大木さんはなんか経歴がすごいんですって。ね、言ってもいいんですって。はい、どうぞ。よろしくお願いします。銀行にお勤めでずっとね、それで郵便局行って、で歌手になっちゃったという。はい、かなり変わってますよね。あ、マイク使ってくださいね。はい、それでね、どうですか、もう歌手になられたのは令和元年になって。そうなんですよ、元年に歌手に、まあ令和元年7月の17日にデビューしたんですけども、はい、めでたい日ですね。ええ、
で下はいいけども、はい、半年活動するかしないかでコロナ、まあ それね、でその後全然もう活動ができなくなって現在に至ります。大変ですもんね、まあ、みんなですけど僕たちもね、はい、本当です。銀行にお勤めの頃から歌はどうだった、好きだったんですか。あのね、母親の影響がありましてね、はい、歌はよく聞いていたんですけども、うん、はい、まあいざね大会っていうかね、はい、人前で歌うのが好きで、うんうん、だから大会にはよく出てました。あ、カラオケ大会嵐、嵐まで行かないですね、はい、あのオリンピックと一緒、参加することに意義があるっていうことでまあ参加して徐々に徐々にまあ優勝したり準優勝、いろいろやっぱりでもすごいじゃないですか、トロフィーはいただいておりますけども、だけどやはり人前で歌うっていうのは緊張しますね。それでも歌手になっちゃいましたということでね、はい、はい、で今日歌っていただく歌ですけども、はい、私の持ち歌なんですけども、はい、これはまあ最初当初は両A面でやってて、うん、でまあやってたんですけども、あの女性の方にこの歌初恋のようにが人気があるもんですから、はい、今回こちらの方を皆様にご披露させてもらいたいと思いまして、はい、歌いました。あ、そうですか。よろしくお願いします。楽しみに聞かせていただきます。はい、それでは大木はじめさんに歌っていただきます、初恋のように。春の匂いに包まれた季節が君を乗せてやってきたのさ。かぐわしく優しい香りに抱かれ叩くよ。来てほしい、苦しいほどに愛してるのさ、熱いこの想い。知らず知らずに惹かれてゆくのさ、遠いあの日の初恋のように微笑めば全てが華やいで、この晩でさえ美しく舞う。そっと手を握れば赤く染まる頬、ささやいているよ。
私のそばで愛しているとささやいて
今週はミスターマリモさんとお送りしてまいります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですがミスマリモさん、はい、またマジックを見せていただけますか。わかりました。今日はね、コインのマジックをね見せたいと思います。はい、お願いします。ね、まずここにね、100円と10円玉をね置きます。どっちのコインがお好きですか。そうですね、10円がいいですね。10円、はい、じゃあまずね、これこうやって持ってきて10円ね、これ2つ置きます。で、まずねこちらに10円を置きますね。よく見てくださいよ、一瞬ですから。というと100円玉に変わります。こちらは10円。え、こういうマジックです。あ、すごいですね。今すごい間近で見てたんですけど、変わった瞬間もう全然わからなかったです。わからなかったです。マジックです。ありがとうございました。びっくりでしたね。はい、それでは今週も番組をご覧の皆様にプレゼントがあります。はがきに住所、氏名、連絡先と今週のキーワードを書いて、こちらの宛先までご応募ください。抽選で毎週1名様に井戸田養蜂園はちみつランドの百花蜜 2400g をプレゼントいたします。それではマリモさん、今週のキーワードお願いします。今週のキーワードは吉彦くんです。どしどしご応募ください。はい、それでは最後は辰巳明さんの歌声でお別れです。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。冷たくさえ
れば熱い死んでもあなたに尽くす